あるいは卒業式の時にこういう話をぜひしたいと思っていました。そして卒業するみんなへ、こういうことを学んだ皆様は他の芸術活動を学んだ人よりも一歩先んじています。その皆さんが学んだことを実際の社会の中でぜひ役立ててください。そしてもう一つ、卒業して困ったことがあったらいつでも大学に戻ってきてください。私たちはいつでもみんなの相談に乗ります。今の日本の社会は皆さんが自由に働けるような環境になっていません。今やますます不自由な社会になろうとしています。ですので社会に出たからといってみんなが自由な芸術活動、表現活動ができるようにはできていないので、我々が手助けします。社会に出たとしても我々が手助けします。ぜひも苦しいことがあったりした時には大学に戻ってきてください。私のところに連絡ください。苦しい時があったとしたら、私は大学を離れたとしても卒業したみんなに責任があるというふうに思っています。それと入学するみんなへ、こういうことを学ぶ大学で、そういう大学の校舎を作りました。で、これは今空から見てる風景ですけども、名古屋城がすぐ近くにあって、その向こうに名古屋駅周辺が見えてます。非常に恵まれた敷地です。その敷地の状況を見ながら、こういうような決して高くない、要するに高層の建築ではない建築を目指しました。周辺の人たちにも自由に使ってもらいたい、そう思ったからです。これはアートストリートという小さなお店がたくさん並んでいるような空間です。実際にここのお店を使ってください。皆さんの作品を展示して多くの人たちにそれを見てもらってください。あるいはここで販売してください。この名古屋造形大学から新しい商品、優れた商品が生まれることを期待しています。これが明かりがついているところのお店ですね。小さなお店がたくさん並んだ空間です。これは学生の皆さんが使うための空間です。皆さんがここで皆さんの作る商品をここでプレゼンテーションして、ここで販売するように問うわけですね。それが実際にできる空間がここにあります。こういうことをやる大学は初めてです。皆さんがどういう優れた商品を作るか、そこにかかってます。ここにもシティビューティフルという名前が書いてありますね。これは名古屋造形大学を作るときに先生たちと一緒に共有して作ったマニフェストですね。こういう建築も芸術活動も美しい都市を作るためにあります。美しい環境を作るためにあるというメッセージです。これは名古屋造形大学のロゴです。これは講師学です。これもまた次の機会に説明します。私は非常にこういうような美しい建築を作ったという自負があります。で、これはこの格子壁なんですけども、地震に耐える大きな地震が来ても建物が壊れないようにするための壁ですね。普通は頑丈なコンクリートの壁になってしまうんですが、それが光が透けるような壁にしました。これは工事が非常に大変な建築でした。
中から見るとこのように光が常に入ってくるような空間です。これ図書館です。図書館も非常に開放的です。大きなテーブルもあります。そこで話をする、この本を見ながらみんなと一緒に話をする空間です。別に静かな図書館である必要なんて全くありません。お互いにここで話をして議論をして、そのための空間です。これも孔子壁の内側の空間ですね。これは多目的ホールです。向こう側が透けてます。風景が見えます。つまり扉があってオープンな多目的ホールになります。さまざまな芸術活動をするための空間です。永田音響という世界的に有名な音響事務所がこの音響計画をしました。素晴らしい音楽の演奏ができると思います。これは体育館です。といっても体育の専門ではなくて、さまざまな地域社会の人たちと一緒に活動する場所です。社会開放をする場所でもあります。多分多くの人たちが集まる場所かもしれない、あるいは車椅子の人たちがたくさん集まる場所かもしれません。この使い方に関して学生の皆さんが考えてほしいと思います。工房ですね。で、この工房は危険な機械もたくさんありますので、先生たちの言うことを聞いて注意深くこの空間を使ってください。専門的な活動をするための空間です。自由に使いますが、その指導は先生たちが指導してくれます。その指導を注意深くして、注意深く聞いてください。このにある機械それぞれは非常に危険な機械でもあります。電気のモーターで動くノコギリがあります。圧縮する機械もあります。それぞれ全く知識のない人がそれを使うと非常に危険ですので、注意深く使ってください。これは一番上のスタジオですね。こういう非常に大きな空間です。斜めになっている材料はブレースといって、床が落ちないためにこういう空間があります。非常に大きな空間です。88m×88m という大きな空間ですね。で、キャットウォークがあって、キャットウォークの上からも下を見下ろせるので、さまざまな活動の時に有効になるというふうに思っています。これはキャットウォークから見た風景です。これは大きなテラスがあります。 8m の奥行きがあります。で、夜は光の箱になります。名古屋のシンボルとして非常に注目を集めるというふうに思います。で、このアートストリートが見えてますけども、ここも周辺の人たちが自由に入ってくることができる空間です。この大学は24時間学生の皆さんが使うことができる、それを目指しています。その代わり約束してほしいのは、この管理をするのは皆さん学生です。あなたたちが自主的に管理をする。それが守られなかったとしたら、この大学はすごくうまく稼働しません。ぜひ近隣の人たちのためにも、塵一つない美しい空間を守ってください。こういう話は卒業式の時にもしたいと思ってましたけども、残念ながら私はその卒業式に参加できませんでした。で、入学式も私は呼ばれないと思いますけれども、私の方この場所から、今私の事務所から
皆さんに対して放送しています。そういう機会を増やして名古屋造形大で学ぶことがどういうことかを伝達していきたいというふうに思っています。卒業する皆さん、改めておめでとうございます。名古屋造形大学で学んだことを誇りに思ってください。